はい、えー、こんにちは。12月の3日、月曜日の日替わり竹部でございます。えー、シワス相場入りになりました。えー、今月もよろしくお願いいたします。さて、本日の、お、まあ、週明け、えー、まあ、月初の東京市場でございますけども、えー、ちょ,っとちょっとですね、えー、話題になりました。まあ、ちょっと話題になりましたという言い方は変なんですが、やはりですね、えー、円売りの持続性が問われるというような状況の中で、シカゴ IMM での通貨先物、こちらの方での円売り、いわゆる円ショートポジションが、 あ約まあ8万枚目前までですね、えー、まあ、積み上がってきたというところで、えー、話題になっているわけでございますけれども、さて今回はですねちょっとそれに類したお話をさせていただこうかと思います。えー、そういった状況の中でじゃ人気のまあ、明日も RBA。 オーストラリアの準備銀行の政策会合ございます。まあ、マーケットのウォッチャーの中では、利下げ観測があるわけでございますけども、じゃあ、5ドル円のですね、まあ、そういったシカゴ投機筋の動きはどうなんでしょうかね、というようなお問い合わせ、まあ、そういったお話を伺います。さて、その中でですね、じゃあ、ちょっと今回ご覧になっていただこうかと思いますのは、取引画面の中にあるんでございます。まあ、非常に見づらいですね。ちょっと、まあ、ほとんど真っ白だと思いますので、ちょっとアップでご覧になっていただけますでしょうかね。えー、これは、ゴードルベドル。シカゴに上場されてます。ドル ドルでの通貨先物の,の動きでございますけども5月の下旬から6月にかけてはゴードル売りが前ゴードルショートが非常に増えたとそして直近でございますけどもまあ少しだけゴードル買いというのが減ってきたというところがまぁ、あ、少しご覧になれますでしょうかねまあこれはぜひですね直接ご確認していただければと思うんですがさてじゃあこれがですね実際にゴードル円に反映しているのかどうかというところでございます現状はですねもうほとんど同調性はないというところそういったところを後 認識したういただいたいいだ上でじゃあ、これは一体何に使ったらいいのかというところでございますね。そこで今回はこちらの方をご覧になっていただけますでしょうか。はい 正しいシカゴゴードル受給の見方。なんかちょっと業業しい言い方でございますけども、これ非常にシンプルな見方でございまして、先ほどのゴードルベードルはこれ赤い線でございます。そして、まあ、ユーロゴードル。これが現状ですね、ユーロ外、ゴードル外で進んでるよというのが直近話題になっているわけでございますけども、このチャート合わせてご覧になっていただければと思いますが、黒い線。 ユーロゴードル、ユーロいゴードル売りというところで、えー、5月の下旬から6月に、緑、えー、で囲っているところがこれ、思いっきりゴードル売りになっていると。そして逆相関でございますね。下のところでございますけども、ゴードルベイドルにおいては、ベイドルいゴードル売りというところで赤い下の線。こちらの方が5月の下旬から6月になっています。そして、えー、その後でございますけども、10月の、お 上旬から中旬にかけてでしょうかね。もう一回ですね、ユーロゴードルにおいてもゴードル売りが進み、そしてゴードルベードルにおいてもゴードル売りが進んでいるという状況でございます。そういった状況では、この正しいシカゴのゴードル受給の見方というところでございますけれども、今般のこの えー、5ドル売りというのが対ユーロもしくは対米ドルで済むのかどうかというところで、まあ、イラストの竹部汗をかいておりますけども、えー、ちょうど今分岐点にあるというところで、あくまでもこれは、えー、5ドル円との同調性というのは、まあ、ニアリーイコールという言い方はしてもいいのかもしれませんが、えー、やはり原則的には対米ドルでの5ドル受給の見方であるというところをですね、十分踏まえていただいた上で、5ドル円とのちょっと、まあ、混同というんでしょうかね、 えー、ちょっと勘違いなさらないで、えー、よく、えー、5ドル円の動きをですね、えー、追いかけていただければというふうにして思います。ゲ、え、ッ、ー、非常にこれから <laughs> 大きなイベントがございますけども、えー、5ドルも含めて、えー、各主要通貨の動き十分ご注意していただいて、12月4月そばお取り組みしていただければと思います。以上、12月の3日月曜日の日替わり竹部でございました。